はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の雪だるまの魔法についてですね。作詞は高橋さん、作曲は大森さんとなっていましたね。今回はお兄さんお姉さんたちが座ったままで楽しく歌ってくれましたね。今回も冬の歌ということだったんですが、私は初めて聞いたんですが、雪の歌といってもたくさんあるんですね。いろんな歌があってとてもためになりますね。はい、今日はお母さんと一緒の雪だるまの魔法についてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。